どうもノンストップラビットの達也と、ある人普段はメジャーデビューもしているバンドマンですが、2週間お休みをいただきました。まあこの間僕ハワイ行ってたんですけど。お前めちゃくちゃ休むやん。お前大休みやん。毎日風俗行ってました。ということで、自律神経失調症っていうのに僕がなってしまいまして、特に何も起きないんですけど、夜中寝ていると腹を、メイウェザーにぶん殴られたような激痛が。精神って。吹っ飛んでたけど、スカーもマジか。いや、超痛くて、動けないぐらいの痛みに襲われるようになって、で、まあ、病院に行った結果、何もウイルスが体に入ってないと。だからこそ、自律神経的なもの。そうそう、できてますよということで、まあ、曲作ってる間は大体こんなことになってるんで、今までのもそうやったんやって気づけた学びですね。あ、今までもあったんそうです、うん、そうです。だまあそれは今後はねうまいこと、うん、で逆に言うとストックできたんでもう休まないです。そうだね、はい、はい、表向きに休まないように頑張っていきますんで、はい、はい、ありがとうございます。お願いします。ご迷惑おかけしました。ではやっていきましょう。今回は視聴者から届いた怖いお話シリーズでございます。はい、シリーズよりこれしかやってないんですけど、まあ、そうだね、はい、これが結構ねいいからね。そうですよね、まあその僕ら的には伸びるそうだね、はい、では行きましょう。一人目の視聴者が体験した怖いお話、藤ヶ谷みーぽんさんから届いた怖いお話です。私が高校生の時に体験したお話です。その日は夕方5時頃まで教室で勉強をしていました。5時を過ぎた頃お手洗いに行ったのですが、遅い時間ということもありお手洗いには誰もいなくて、外も暗くなり始めていたので、ビビりな私は少し怖さを覚えつつも用を足して個室を出ました。個室を出た時に反対側の個室の扉を中から掴む手が見えたんです。しかもまだ2、3歳ぐらいの小さい手だったと。とにかく怖すぎて教室までダッシュで戻り、すぐ学校を出たのですが、なぜ高校に小さな子供の手があったのか未だに謎です。高校の保健室には小さい子が遊ぶようなおもちゃが置いてあるのを見たので、それと何か関係があるのかなとも思っています。ちょっと現実的な話すると、うん、もしかしたら保健室の先生が女性だとしたら、うん、子供がこっそり、いやこっそりかわからんけど、まあ預かんなきゃいけなかったりとか、うん、どうなんすかね。そんなんでも学校で見たことないけどね、先生たちが子供連れてくるっていうのはさないね、うん、でも高校の保健室にちっちゃい子が遊ぶおもちゃが置いてあることが確かに不自然だから、うん、春の節か何かその霊的なものに対してなんかお供えじゃないけど、そうなんか遊ばせる、怖くなっちゃうのかもしれん。怖すぎるけど。でこれ多分、うん、親子代々霊感強いんですけど、私の父が体験した話もあるので送らせていただきますということで、2個目来てます、はい。私がまだ小学生の時、夏休みに起こったお話なのですが、両親がちょうど休みで家にいたので海に行きたいと父親に話をしました。父親はじゃあ今から行くかと乗り気で、毎年お世話になっている海の家に今から行くと電話をしていました。海の家の人は気をつけてこいよ、待ってるなと言ってくれたので準備をして車で家を出ました。そして数時間後、無事に着いたので車を止めようとすると、その海の家が営業していなかったと。さっき気をつけてこいよと言ってくれたのになんでと思いつつ、隣にある海の家の人に聞いたところ、数日前に子供が溺れているのを助けに入ったら一緒に亡くなったというのを聞きました。父親はさっき電話で話したという話をその人にしたのですが、今は電話は繋がらないはずだと言われてしまい驚きました。この話などをするとみんな怖いと言いますが、とても優しくていい人だったので、私たち家族は亡くなった人と電話したのもなぜか怖くないと。あ、なんかちょっとうるきちゃって、うんうん、でもそんなこと携帯会社的にいけるの？いやいや、そまあそうだ、まあ、あれだけど、何か超えちゃってるもんね。そう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 、普通ではできないこと、まあ、要はだから死んだ人と話したってことでしょ。そう普通に今から気をつけてこいよって言ってきたのはもう亡くなってていないと。でもなんかそれ結構なんか前もやったけど結構あるよね、そういうパターンね。あるよね、うん、だから携帯電話会社とかで働いてる人とかそういう苦情とか入ってそうだよね、バンバン。ああ確かに、うん、そういうのね、もし見てる方の中であったら、そうそうそう、ちょっとまた送ってほしいですね、追加で、うん、お願いします。続きまして、陽子さんから届いた怖いお話、私の父が体験した怖いお話です。当時結婚前、夜に父と母が車で母の実家まで向かっていました。
母の実家はかなりの田舎にあり、山を越えていくのですが、その参道の途中、公衆電話があります。その公衆電話の前に赤ちゃんを抱いた女性がいたそうです。父はこんな時間にこんなところで何をしてるんやろと、そのまま走り去りました。次の日のニュースで、その公衆電話の近くで母親と赤ちゃんが亡くなっているのが発見されたそうです。おそらく心中ではないかという内容でした。怖いっていうか、なんかリアルだもんね、うん。いやでもこれ何が怖いって、死んだ後のっていう可能性だから、これもどっちかわからんやん。なるほど。夜中になんでそんなとこいるのっていうのは、死んだ後の霊がそこにいる可能性もあるし、死ぬのが夜中だったかもしれない。だその二択がある時点ちょっと怖いよね。続きまして、プアさんから届いた怖いお話です。突然 DM 失礼します。私が体験した怖い話というか不思議な話をぜひ聞いていただきたくて送らせていただきます。小学校3年生の時、数珠を持っていたらかっこいいなぁという意味のわからない思考で、数珠を100均から買って常に持ち歩いていました。そんなある日、私は妹と喧嘩をしてしまい、大切にしていた数珠を引きちぎられてしまったのです。すると、その日から2週間の間に親戚が3人相次いで亡くなってしまいました。偶然とも言い切れない人数なので、とても不思議で今でも鮮明に覚えています。ということで。100均の数珠で？いや、思ったけど。いやいや、まあまあでも。数珠は数珠やから、100均でも。うん、じゃあ、あの丸いやつらが輪になった瞬間数珠になるから、そう怖いな。危なすね。それが弾けた、まあ喧嘩で弾けた瞬間に、でも3人亡くなるかね、同時にというか2週間の間よ。なかなかないね。すごいよ。これは相当怖いですけどね。そんなヤバい喧嘩、なんで喧嘩したん？なかなか数珠引きちぎるぐらいの喧嘩って。確かに確かに。腕持ってくる。吉田沙保里？これ違う。レスリングじゃないし。確かにな、そんぐらいの子はないと。いや、そう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 。数珠はね、爆発しないでしょ。でも、数珠ってそういう神秘的なものやんか。なんかね。うん、だってお祈りするぐらいやから。ってことは、それを引きちぎって、本当は自分たちに悪いことが降りかかるかもしれなかったのを、親戚が守った説もある。いや、親戚めっちゃかわいそうやな。代表いやめちゃめちゃかわいそうやな。いやでもね、本当に孫っていうか、まあその親戚の子供なわけじゃん。それをさ、愛してってっていう可能性もあるからね。たまたまで会ってほしい。そうだね。だから下手に持たない方がよくない？いや、だからかっこいいと思って買わない方がいいってこと。100均でも。ジャズではちょっといるよな。ジャズ、ジャズレディア。セッションセッションセッションだよ。続きまして、ナミンさんから届いた怖いお話。実際にあった視聴者の怖い体験談は、こちらにお送りしていいのでしょうか？こちらに送っておきますね、ということで。ご丁寧に。ご丁寧にありがとうございます。いいやつやん。合ってますよ。これは私が小学校低学年ぐらいに体験した話です。私はその時、まだ一人で寝るのが怖くて、お母さんと寝ていました。ある日の夜、いつも通りお母さんと寝ていたんです。何時か覚えていませんが、深夜に目が覚めたんです。それで自然と部屋のドアの方に目が行きました。そしたらドアの方に大きなおばあさんが私の方を向いて微笑んでいたんです。夢かと思い、頬をつねったりしましたが、夢ではありませんでした。そのおばあさんの特徴は、お団子の髪型をしていて、綺麗なかんざしを指していました。服は着物を着ていました。その時は不思議と怖いと思いませんでした。しばらく見つめていると、おばあさんが私に話しかけてきたのです。私そろそろ行かないと、また会おうねとはっきり聞こえました。その後手を振られ、なぜか私も手を振っていました。その後再度微笑みかけられ、ドアをすり抜けていきました。そしたら家族はみんな寝ているはずなのに、階段を降りる音がしました。私はその時急に怖くなり、布団に潜り込みました。数分後ドアの方を見ると誰もいませんでした。数年経ちましたが、私の記憶に深く残っています。たまにふと思い出し、友達にその話をすると、きっとご先祖様が会いに来てくれたんだよと言われました。数年前なのではっきりとは覚えていませんが、お盆のシーズンだったことは覚えています、ということで、これが幽霊なのか先祖なのかっていうことよね。怖いね。でもそれ、あ、まあ、怖くないのか。先祖だったら、先祖も霊、霊っちゃ霊。まあまあ霊ですよね。いい悪いは置いといて、先祖で悪い霊だったら最悪やね。最悪、本当に最悪。
けどありえますからね。まあまあまあ、まあ、何代かもう本当に遡ってけば、うん、刑務所にいたような人たちももしかしたらね、あーあーまあまあ、まあ、いる可能性もあるじゃん。犯罪者がね、全然いるっしょ。いやけど自分のそのさ先祖がさ後から生まれてきて、まあ、子孫みたいなもんじゃん、それに悪いことするかな。いや可愛いよね絶対。いや絶対そうなんだよ。どんなに悪いやつも家族に優しいもん。だからこれ霊のボケかもしれない。悪い霊を演じてで、うわお前を呪ってやる。まあ先祖だけどね。先祖なんかいけど、この一例をやりたくて。無理無理無理。あと内心めっちゃエモい可能性あるよね。うん、なんか怖がらせてるけど。そうそうそう、可愛いなーつって。でも自分がもし霊になったらまず脅かしたくないですか。ちょっとあるわそれは。だって霊になれたんだよ、うん、ってなったらちゃんと意識はそのままなんかな。いやどうなんやろ、俺らのままレイヤーとしたらめっちゃおもろい。いやけど結構動かし方むずいかもしれん。その右手を動かしたら左足動くみたいな結構むずいかもしれん。いやいやどうかな。まあ、この先祖系はね、まあ、信じとくべきだと思うよ。なんか怖い話とかでも何かに襲われかけた時に先祖に助けてって言うと本当に助けてくれたみたいな話があるから、もし今後怖い体験をした時にこの先祖にお願いすると手を差し伸べてくれるかもしれん、うんうん、まあ、だって何もされてないしね。されてない。またねって言われただけだから。そう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 、全然いいじゃない。いいれいいれ。続きまして、かやねラグマスさんから届いた怖いお話です。毎日 YouTube 見させていただいています。私が小学校中学年ぐらいの時の話です。その時私は妹と一緒の部屋でした。妹は机が下にあって上にベッドがあるところで寝ていて、私は折りたたみベッドで寝ていました。私はなぜかわからないですが、ベッドの枕の位置を時々変えていて、いろんな形で寝ていました。ある夜、その枕の位置がドア側に来た時です。寝た時にちょうど真上にドアがある状態で、私の左側にはカバンをかけるラックが置いてあります。突然金縛りになったのですが、私は幽霊とか正直信じてなくて、あ、今日は疲れてるから体は寝てて脳が起きてるからこれは大丈夫と思っていました。なのですが、左上のラックに私を見下ろす顔がありました。ずっとニヤ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 しています。大丈夫、夢だ、大丈夫と思ってたんですが、そのニヤニヤが大きく口を開けた時、私の頭側ドアの前に男が立っているのが分かりました。ちょうど私を見下ろす感じです。暗いのになんで男かと分かったかというと、ずっと何か言ってるからです。その言葉がぐち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 と愚痴を繰り返しています。意味がわからないけど怖くて、とにかく早く寝たいとしか思いませんでした。体感としては結構長い時間このぐち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 を繰り返していて、頭がおかしくなりそうになった時、一瞬だけぐち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 と止まったと思ったら、いやだってと男が叫び、怖すぎて寝たのか気を失ったのかわからず、そのまま朝になっていたと。私は霊感もないし、まだ正直幽霊を信じていないところはありますが、人生で最初で最後の金縛りはとても怖かったです。なんだすごいな。で俺これ聞いてて一個思ったんだけどさ、うん、例えば泥棒とか入ってさ集団とか で、うん、でもしちょっと人いたってなった時にさ、うん、今みたいなことしたらさ幽霊のせいに乗り切れるよね。あー霊の芝居。そうそう霊の芝居、うん、はぁ、あ、はぁはぁはぁ。けど言いやがってっていうのはね何よってそれすらもうエンター、そいつらの中のそうかわけわかんないことをしたら向こうもわけわかんないもん、ね、だから加藤さんの当たり前じゃねえからなそう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 、同じ感じかもしれない。トーン的にはね、うん、けどぐちぐちがおそらく何か言ってるはずじゃん、うん、俺らが知ってる怖い話ってさ、それがダイイングメッセージみたいなことだったりするわけやん、うん、なんなんやろね。ぐち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 で思い出したんだけどさ、うん、この前高速走ってたの、うん、したら隣から見たことない車、なんかタクシーの上ついてない車みたいなのあんのよ。おう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 。トヨタかどっかの、うんうん、それ走ってて、でなんか珍しい車だなって思ったらぐっさんで、えマジグッサン。マジで。あの歌うまい山口でしょ。そう。うん。でそのぐちぐちで思い出したの。ああ。っていう話。何で思い出してんの。いやグッサンやって。あへえ。めっちゃかっこよかった。珍しい車乗ってたんだ。あそう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 。びっくりした。じゃあその例もグッサンですね。まあ、結構俺笑いそうになっちゃったね。田口からこんな愚痴出ることないんだ確かにね、途中笑いそうになりましたけど、ね、何もないでいいけどね、多分それ以降何もなさそうな文章だけど、でもなんでその日だけっていう。で多分妹はその時小さかったのもあって寝てたと思うって。ああそこそこそこ、うん、でも怒鳴った時も寝てたんだ。そうだね、すごいね。だから自分にしか聞こえてないのかもね、これさ顔は
計2個あったってことでしょ。そうそうそう、ラックのとこの顔とニヤニヤくんとグチグチくんがいたわけでしょ。ニヤニヤちゃんかと思ってた俺。あ、わかんないけどちゃんかも、女っぽい感じがした、聞いてる感じ。いやそれはもう文でわからないいや、そうやけどけどわざわざ男の人って言ってるからこっちは。ああ、そっかそっかそっか、お母さんとお父さんの可能性もあって怖えよ、言いやがって。わかるだろ、ちょっとおもろいことしてみみたいな。うん、ということで以上が視聴者から届いた怖いお話でした。いやでも霊じゃない説も俺押していきたいけどね。うん、まあね、意外と霊じゃない説あるよ全然。いやその方が怖くね。だって宮川大輔もさ、あのおっぱい、お姉ちゃんのおっぱい持ってるやつもさ、あれを次の日お姉ちゃん霊お化けいたって言ったら、あ、そうだねそうだね。だから意外とそうなんだってマジで。だ、起きたてで脳が正常な判断できてないから霊に見えるってことかな。そうかそうか、そういうのもあるかもしれない、うん、まあでもね、外で体験してるのとかは多分本当だったりするから。ああ、まあ確かにその辺、うん、まあだからね、冷静に判断することが大事なんで、うん、もし何かあった場合、まあとりあえず大きい声出すのはありなんかな。でも大きい声出したらそれこそ犯人だった場合は、ね、刺激する可能性があるから難しいということで、まあネタ振りが一番じゃないかなっていうね、思いますけれども。ということで、まだまだ皆さんからの怖いお話を募集しております。証拠付きのものに関しては必ず動画で紹介いたしますので、ぜひとも、まあ、写真だったり映像があるよという方は一緒に送ってください。よろしくお願いします。送る際の注意点としましては、僕たちのバラエティ公式アカウントの Twitter の DM の方に1件目怖い話で証拠ある場合は、怖い話証拠ありと送っていただけると必ず読みますので、どうぞよろしくお願いします。では今回の動画が怖いと思った方はチャンネル登録と高評価、そして通知ボタンをお願いします。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。I'm not afraid to die.